今日4月1日なんだけど、プロセカに限定のエイプリルフールコンテンツみたいのが来てるらしいから、それをやっていこうかなと思うんだけど、曲とかあれなのかな、ストーリーなの、あ、もうなんか勝手にストーリー進んでるじゃん。じゃあもうこれ見てこっか。いらっしゃい、今日も世界に来てくれたんだね。ちょうどよかった。実は今不思議なことが起きてるみたいなの、なんて言えばいいのかわからないけど、今ね、私たちを知らないあの子たちがいる別の渋谷に繋がっちゃってる。これちょっと一旦オートするわ。これ喋ってくれんのかな、キャラクターが。あ、全然喋ってくんない。不思議なことが起きてるみたい、私たちにも。ふふ、もし気になるなら実際に行ってみるといいよ。このつながりはきっと少しの間だけだと思うしね。じゃあ行ってらっしゃい、行ってきます。なにこれ、エイプリルフールだから、なんか嘘みたいな会話が来てる、聞けるってこと。渋谷、聞くのは知らんわ、俺は知らんわ。渋谷かどうか知らん。スクランブル交差点、じゃあ渋谷なんじゃない。え、これいいの、あれ、これって同じ人じゃなかったっけっていう設定じゃなかったっけ。なにこれ、すっごい、え、これドッペルゲン、え、大丈夫これ。ちょっと危ないし、なんかもうようわからんなってるから、ちょっとやめるわ。なんかあのドッペルゲンガー起きちゃう、なんか俺殺人鬼になっちゃうから、ちょっとやめとくわ。ドッペルゲンガーってやっぱ人死んじゃうからね。お、これめっちゃ宝石っていうかクリスタルいっぱいもらえるだけのイベント、もしかして。こっちよね、限定コンテンツ、エイプリルフル限定のボーカルかなが来てるらしいから。あー、上に嘘みたいな売名が来た。ガルパのバンドリの、え、どうしよう。これさ、やってもいいんだけど、これムービーってどういう、まあいっか、まあそのままやってこっか。あ、だからそういうことでしょ、普段歌わないようなメンバーとかが歌ったりっていう話なんじゃないの、知らないけど。いや、俺この曲得意だから普通にあれだよ、ボーカル変わってても、てか何、ボーカル変わってるから何っていう感じなんだけど、あれだよね、単純に普段と違う雰囲気のプロセカが味わえますよ的な。わ、だってさ、これなんかあれじゃない、25時ナイトコードデッカンの歌い方すごくなかった、今。あれだよね、なんか単純に普段歌わないような人たちが、おとなしい人たちがこういう曲を歌ってしまったりみたいな、歌ってしまうってなんだ、歌ったりみたいな、そんな感じで。ダンスか、なんか子供みたいだね、ダンス。なんか、いや、この曲マジいいし、これ得意だから、いや、いいね。これあれだよね、25時ナイトコードの一緒だよね。テテン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 テテテテテン、ダダンチュルンチョチョンダンテ。どう、この嘘みたいな動画、俺もセッションするっていう嘘みたいな、どれが嘘かわからん、もう。あ、そういう感じね、いいじゃん。でもまあなんかプロセカの本当に好きな人が上がるんじゃない、こういうのは。これ男歌ってほしかったら、どっちかといったらカイトとかだ。カイトどう、これカイト、これ歌わない、なんかカイトの歌の方がなんか違和感がすごくて、逆にエイプリルフール感出るんじゃない。カイトとか天馬司とかどう、カイトと天馬司のセッションおすすめだよ、来年に期待しよっか。いや、でも曲がいいね、これ。なんかオリジナル曲じゃないんだ、意外と。ハッピーシーズンだ、でもオリジナルじゃないよね。なんかオリジナル曲でやらない感じが、またちょっとなんかプロセカ感がすごいね。もうとりあえず有名ならもう何でもいいみたいな、もうちょっと言い方すごい失礼ですけどね。いや、これ本当に得意だから、俺マジでできるよ、 AP。 これ配信とかでこの実力が出せればいい。いや、で出てるってか、なんか配信で俺やろうかな、あれ。この前雑魚狩りをされられたんだよね、この前あのランクマッチで。なんか俺別にこんぐらいの実力出てるのに、常になんかね強かったんでね、だからなんかねちょっと弱くなってるらしいんだよね、全体的にレベルが。だからまた雑魚狩りをしよう。これはエイプリルールの嘘とかじゃなくて、普通に雑魚狩りしよう。ちょっと待って、なんかミスってるどっかで。ああ、まあでも確かに、まあそうだな、違和感というか、うん、まあそうだね、普段歌わない人たちが歌ってるみたいな感じの楽しめたわ、確かに。うん、確かにそれはいい。まあ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 、いいんじゃないでしょうか、楽しかったです。もうに、あのね、春よかけろみたいなやつ、あれ、ってかエイプリルフルのあれ消えちゃった。俺誘われてないんだけど、え、侵害なんだけど、俺ここでセッションするわ、で無理やり参加させるわ、侵害なんだけど。てか真ん中に誰、え、女の人いたっけ、なんかボルテ、
ヤクザにぶん殴られた後の三田さんみたいなのを映ってきたけど大丈夫、なんかちょっと顔面のねじれがすごいかった三田さん流れてきたね。だから冗談だからね、こう普段さそんななんか人をさネタに、あの三田さんとかネタにしてないじゃん俺普段から、だから嘘だからね。じゃあベノムやろうか。あれ駒目座小羽いつ出てくるんだろう。まあいいや、またいつか出てくるから。そこの駒目座小羽も絶対やってるよね、このエイプリルフル企画参加してるよね多分。5曲だしね、ちょうどね、5個ぐらいあれがあるから、あの5個ぐらいあのグループがあるから多分参加してると思う。セキベッペッペッペンノームの人よねこれ確か。行こう。これもね得意だよ、めっちゃこれ得意だから、これもワンチャン AP 狙えるぐらいの実力はある。これただあのムービーがさ、そういえばプロセカの公式でエイプリルール限定の映像が上がってたんですよね。その背景でやらせてくんないのかな。これそれ見れると思ってプロセカのゲームで見てこなかったんですよね。だからもう見れないんだったら、まあ、なんかもう見るしかないじゃん、しょうがないな。 なんか謎のプライドでプロセカの公式は見ないようにしてるみたいな謎のプライドね。ベジータよりすごいプライド持ってるからね、誇り高きサイヤ人の、誇り高きニートのプライドなめんだよマジで。公式は絶対に見ないみたいな。テク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 テン、これリズム感がマジで好きこの曲。てかちょうどさいい曲ばっか来てるね、曲が。あ、なんか声かわいい。え、でもさやっぱなんかさ別になんか俺ね普段あんまりそんなにプロセカやってないせいでちょっとなんかそのやっぱエイプリルフール特有の違和感というのを感じ取れないわ。別になんかありそうだもんこういうボーカル、世界バージョン別にこれでありそうだもん。みんなはさやっぱ違和感があって楽しんでんのかな。エイプリルフール限定の曲とか来ないんだねプロセカは、ボーカルだけみたいな。まあ来年に期待かな。正直なんかそういう音ゲーマーすぎるノリをやっちゃうとあのライト層がついていけないんですよね。例えばなんか難易度41とか難易度ミクで39とかそういうの別にやっても音ゲーマーを喜ぶしかもしんないんだけど、なんかボカロから来たライト層はついていけないんですよね正直。だからまあなんかやらないの正解なんじゃないかなと思うぐらいのワンチャン AP 切る。トゥルトゥン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 、あごめん。かわいそうだなプロセカ、結構最近かわいそうだなプロセカ、もう最近ずっと叩かれっぱなし、ポコソーコーソーポコポコじゃない、多分そんな感じだよね。サーバーも強化しろずっと言われて、でなんかエイプリルフールも音ゲーマーからは叩かれちゃいそうだよね、これなんかしょうもねえよっつって。んコマンメズは後半で歌ってるけどこれ誰が、この音町ユナは誰だ、このなんか AV 女優みたいなやつは。んこれはこれコマメザコハネでいいんだよねこれ。うん、ちょっと静かして。ああ、うん、コマメザの音聞こえた今。え、コマメザ声かき消されてね、大丈夫？あのさ、マメザのいいところってさ、あのロックな感じのさ曲、なんかヒップホップ感ある曲を歌うのがいいからさ、ちょっと逆にこれは違和感あっていいかもね。コマメザを探せ、ウォーリーを探せ並に。え、これ難しい曲だよね。ちょっとマメザ探そう。例えばコマメザの本名ってあずさわっていうらしいよ。まあ、もちろんこれエイプリルのあれなんだけど、嘘なんだけど。え、コマメザは、え、コマメザ歌ってる、あれここかな今の、今コマメザかな。え、わかんねえ、ちょっと待ってわかんねえ、ちょっとコマメザ聞き分けができねえ、情弱すぎて耳が弱すぎて、ちょっと助けて。え、コマメザは、ちょっとわからんわ、コマメザ歌って、ちょっとあの陰キャのあれみたい、陰キャの通話みたいな、ちょっと喋ってみたいな。あ、あ、ここコマメザじゃね今の、やっと聞こえた。え、ここだけもしかして、え、ただわめいただけやん。え、コマメザわめいただけじゃね、ただ曲で。え、違う、え、もしかしてコマメザわめいただけ曲で。ショックなんだけど、俺の推しのコマメザーが、押しやぜ俺の唯一の、泣いた、なんとかで打つ、なんとかで泣いた、オタク特有のやつね。
ってか曲めっちゃいいねこれ。いい感じに楽しいし、なんかあれだし曲もなんかいいし、え、このボーカルなんかずっと置いといてよ。なんか割と別に好きだわこのボーカル。でこの青くかけろみたいな曲ももう一個エピルル来てるらしいんだけど、まあそれは一旦ちょっとなんかまた別のいつかの機会にやりましょう。ちょっともう原曲を知らないから、エイプリルフールの曲のいいところって普段と違う感が楽しめるのがいいんじゃないの。だからちょっとなんかまた別の機会に、常駐化されるかもしれないんで、また別の機会にやりましょう。じゃあ終わります。また今日新曲とか来るし、フィグロスとかアーキアの動画もあげるんで、ぜひ見てください。ありがとうございました。バイバイ。